続いて第5試合、シュート元チャンピオン、小島慎一こと BJ 選手、ベース北陸の牛若丸、村本裕太郎選手、村本選手、リングで名前をコールされ、ふうーと元気いっぱい。1ラウンドゴングと共に飛び込む村本選手も BJ 選手に組みつかれ、スタンドバックに回られる。川尻達也さんはこれは瞬発力は若い子に勝てないので、いい展開。BJ 選手は僕と同い年と。 膠着状態でスタンドの展開へ戻され、今度は村本選手が突進し、BJ 選手をコーナーへ押し込むも BJ 選手。首相撲からの膝、2発3発。村本選手、攻めきれない。たまらず離れる。残り1分。とここで村本選手のサミングで試合一時中断。この2人は年齢16歳差。しばらくして再開村本選手、ぴょんぴょんステップを踏み、飛び込んでパンチを打つも BJ 選手、それをくぐり、バックを取る。 うまいここでコントロールしたままゴング村本選手自分の戦いができないさせてもらえない2ラウンド村本選手超低空タックルから入りまして展開を変えていきましたしかしここは再びスタンドの展開へ戻りましてしかしながら村本選手さらに飛び込むこともなく距離を取っての打ち合い勝負にここも変換していきましたしかし BJ 選手の左が村本選手に刺さる 当て感健在化 BJ 選手ここで攻めに出るもしかし村本選手ここでカウンターを逆に奪いゴツンと当てまして BJ 選手ダウン村本選手追撃のパウンドでここで仕留めきり村本選手勝利となりましたマイクはレジェンドと戦うことで緊張していた BJ 選手がしばらく後に格闘技ジムいつだかにオープンするので行ってあげてくださいフライ級面白いでしょ来年あたりライジンでもトーナメントよろしくでした